18丁目駅はニューヨーク市地下鉄 IRT ブロードウェイマイナス7番街線の駅である。マンハッタン・クチェルシーの7番街と西18丁目の交差点に位置し、1系統が終日、2系統が深夜のみ停車する。18と描かれたカルトゥーシュ7番街と18丁目の交差点北東の階段駅は1918年7月1日。 ブロード A-7 番外線が34丁目、ペンステーション駅からサウスフェリーループス駅及びウォールストリート駅まで延伸した際に開業した。相対式ホーム2面と観光線2線、急行線2線を有した2面4線の地下駅で、中央の急行線は深夜帯以外に2系統及び、3系統が通過している。 駅は1991年から1992年にかけて改装工事が行われた後も開業当初のタイルワークが残されている。なお、アートワークは一切ない。駅には南北ホーム北端と中央にそれぞれ独立して、計4カ所に改札口があり、ホーム間連絡通路はない。中央の改札口は南北ホームともに友人で、 回転式改札機と切符売り場、地上への階段二つがある。北高ホームからは七番街と、西十八丁目の交差点北東、南東に、南高ホームからは、同交差点北西、南西に出ることができる。南北ホーム北端の改札口には緊急事用のゲートと出場専用改札機、地上への階段一つがあり、北高ホームからは七番街と、 西19丁目の交差点北東に、南広報部からは、同交差点北西に出ることができる。南広報部にある出口専用改札。ありがとうございます。